写真中央小千谷市街地近郊を蛇行する市なのは、小千谷市は新潟県中越地方西部に位置する市である。新潟県のほぼ中央、越後平野の南端にあり、中越地方に属している。隣接する東海、町市と共に、魚沼地域の中ではいち早く市政施行し、国や県の出先機関が置かれるなど、主に北魚沼地域の行政、経済の中心として発展してきた。現在、 都市圏では長岡都市圏に属しており、長岡市のベッドタウンの機能も有している。信濃川の貸し段球場に中心市街地が発達してきたほか、北部の片海地区においても小規模な市街地が形成されている。1990年代に入ってからは店舗の郊外化が顕著となり、2000年代以降は信濃川を挟んで、 西側地域の郊外が商業地域として機能しつつある。氏名のおじやは、全国境の中にあるおじやに由来する説や、沢の落ち合うところや低湿地という意味の落ちが転じて、おじとなった説がある。毎年9月に、片海地区で行われる、朝原神社霊体祭の花火大会は、世界一の大きさを誇る4尺玉の花火が上がる、ことで有名である。 小じ谷市中心部周辺の空中写真。1976年撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。新潟県中部、越後平野と山間地域の接点に位置する。南から信濃川が市内に入り、山本山にぶつかりだこうし、一度南東の長岡市、川口地区や善光寺街道、高田街道などが通り、宿場町として栄えた。 平野部と山間部の接点の役割を持ち、戦国時代には、上杉謙信の関東出兵時の経由地、江戸時代には、魚沼郡内で作られた、おじや縮みは、おじやに集積され柏崎経由で経大阪、江戸に輸送した記録があるなど、交通、水運の要所として栄えた、特別豪雪地帯であり、記録的な豪雪を何度も経験している。市は、 国設都市宣言をしている。小雪パイプも設置されているが、設置されていない道路もあり、雪の日は除雪車が活躍している。旧石器時代、弥生時代、古代、中世、近世、明治時代、大正時代、昭和時代、昭和時代、平成時代、新潟県中越地震で段差のできた。 国道117号山辺橋山本山より望む、おじや市街都市宣言おじや縮みこのおかげ市内の多くの地域に都市ガスが引かれ、その供給事業をおじや市ガス水道局が行っている。発電所はないが、東京電力の品野川電力所所在地である。支店を置く者、証券会社、保険会社等を除く。2004年5月12日。 災害時相互援助協定を締結。2012年12月25日。災害時相互援助協定を締結。2012年12月26日。災害時相互援助協定を締結。2013年7月11日。災害時相互援助協定を締結。新潟県立小児屋高等学校小児屋市立図書館。JR 上越線小児屋駅新幹線市域は、 JR 上越新幹線の沿線だが、市内に駅はない。市域は、ほとんどの区間が、魚沼トンネル、妙見トンネルで通過しており、裏柄地区に数百メートルだけ地上区間があるが、スノーシェルターで覆われているため、新幹線の車窓から、小じや市の風景は見えない。新幹線を利用する場合は、越後湯沢駅、浦佐駅、長岡駅のいずれかで乗り換える。 在来線市域は JR 上越線の沿線となっている。また南部は JR 飯山線の沿線となっており、市内には計3つの駅がある。廃線西小路屋駅から JR 品野川発電所への資材運搬専用線、さらには10日、長子線樹方面まで延伸する計画があり、一部線路が付設されたが、 関東大震災などの影響によって中止になった越後交通が運行しており、小千谷川口小出線の道域市会社の南越後観光バスが担当する。以下の情報は外部リンクの小千谷市公共交通マップに基づく。市内路線郊外路線小千谷車庫、小千谷駅前、小千谷インター、小千谷総合病院等を起点に、長岡、十日町、小出、 小国方面に運行している。以前は山越方面にも運行していたが、利用者源により区間廃止となり、岩巻にて山越コミュニティバス、クローバーバスへ乗り換える必要がある。長岡方面は2本の路線があり、どちらも主に朝夕は約20分から30分間隔、昼間は約60分間隔で運行している。10日、上方面も2本の路線があり、 JRE 山線より本数が多い。このほか長岡市山越地域のコミュニティバス、クローバーバスが、岩巻にて、越後交通の路線バスと接続する。高速道路関越自動車道オジ屋インターチェンジ、オジ屋バスストップ、サニアパーキングエリア、片海バスストップまた、南部では、長岡市との市境近くにある越後川口、インターチェンジ、片海地区では、 長岡市の長岡南越市自粛が最寄りである。一般国道国道17号国道117号,号国道291号国道351号国道403号主要地方道新潟県道10号長岡片海小千谷線新潟県道23号柏崎高浜堀の内線新潟県道49号小千谷十日町津南線新潟県道56号 小千谷大沢線新潟県道58号、小千谷大和線新潟県道71号、小千谷、川口大和線新潟県道83号、川口潮戸の線一般県道新潟県道196号、川口岩沢線新潟県道209号山野、愛川内が巻き停車場線新潟県道211号、三仏津星が高い線新潟県道339号、 小栗山川口線新潟県道341号、大沢小国小じや線新潟県道357号、千屋沢小じや線新潟県道411号三谷、片海線新潟県道413号、大崩れ岩山線新潟県道506号岩沢、中条線新潟県道517号、池ヶ原潮の、線新潟県道519号南にごろ線、 新潟県道547号坪野山仏西線、新潟県道548号木津大原線、新潟県道551号虫亀南二五路線、新潟県道589号小千谷長岡線、信濃川に架か,かる橋尾沼橋川井大橋山本山。大橋旭橋小千谷大橋古市の大橋バイパス道路。小千谷バイパス西小千谷バイパス。旭町バイパス全国バイパス。 戦いバイパスおじゃ、祭りの花火おじゃ、風船一気の夜間イベント、魚沼神社社寺、編集史跡、編集観光施設、レジャー施設、編集自然、編集祭り、編集集族、編集おじやし指定文化財一覧も参照、名産品、編集行政観光地図、ありがとうございます。